宇宙王子は藤川警戒によって1984年から1998年まで執筆された歴史電気ファンタジー。カバーと挿絵は井の又睦美が担当。第3期よりカバーイラストと口絵のみ担当。地上編、天上編、あやかし夢編、煉獄編、黎明編,編の前後部構成。他に外伝、獣医伝が出版。 実際に日本各地に伝承され信仰されている主言者、縁の行弱こと、縁のオズヌの弟子として、架空の人物、宇宙王子が金剛山で葛藤しながら成長していく姿を描く。物語の舞台は、アスカ地方周辺に始まり、現実の西暦600年代半ばから数百年間にわたり展開している。なお作中では年代を星歴として表現している。 頭部に角を持ちながら、この世に生を受け、年を経るにつれ、宇宙王子と呼ばれるようになった少年の数奇な、一生が大まかなストーリーとなっている。1989年と1990年に、劇場アニメが、テレビ東京の開局25周年記念作品として、宇宙王子と、天井編宇宙王子が制作された。後者は1990年から1992年に、かけ、 OVA 作品で制作されたもののダイジェスト版。スタッフ主題歌、キャスト主題歌については、劇場版の主題歌を参照。タイトルキャスト1988年から1992年にかけて、角川カセットブックとして、全10巻が発売された。はるかに、当期都よ飛鳥風よ番歌を、あやかしの同時極西海道、再道堂穏やかび長品もなき花々の三芸一絵に、 かけた日々まほろばに、熱気鉄を、いとしき太陽にしっさらば夢か流度立たち合い、果てしなき秘書書書き下ろしも含め、イラストを修正した、宇宙王子、井の睦美むつ衆、宇宙王子に井の睦美むつが衆がある、各角川書店。中川うかい、資料編、角川映画作品データ1976から1993、角川映画1976、1986、 日本を変えた10年、角川マガジンズ2014年284ページ、ISBN4 から047319058。ありがとうございます。